ハロー YouTube、 どうもマサルです。今回は富士通から SIM フリースマホが販売されることが決定しましたのでご紹介したいと思います。モデル名としては ALOZ M05 というモデルになります。このモデルは富士通が販売しているモデルの中でもミドルレンジのモデルとなっており、スペック的にはやや控えめのモデルになります。ちなみにこのモデルとほぼ同じスペックのモデルがすでにキャリアモデルとして販売されています。まずソフトバンクから販売されているアローズ U、 そして楽天モバイルから販売されているアローズ RX、 これらのモデルとほぼ同じスペックになっています。ではまずはじめに今回 SIM フリーモデルとして発売されることが決定したアローズ M05 というモデルのスペックを紹介すると次のようになります。参考までにシャープから現在販売されている SIM フリーモデルアクオスセンス3のスペックも右側に記載しています。では今回富士通から発売される ALOZ M05 という SIM フリースマホのスペックですが、 CPU は Qualcomm の Snapdragon 450、 RAM は 3GB で ROM は 32GB、 ディスプレイは 5.8 インチ、解像度は 2280×1080 ドット、カメラは背面のアウトカメラが1330万画素と500万画素のデュアルレンズカメラ、前面のインカメラは800万画素のシングルレンズ、バッテリーは 2880mAh で、OS は Android 9。そして価格については約4万円となります。なお、発売日は2019年12月18日を予定しており、家電量販店や通販サイトなどから販売されます。ただ、先ほど確認したところ、Amazon ではまだ取り扱いがないようで、Amazon で購入を検討されている方はもう少し待たなければいけないかと思います。その他特徴としては、お財布携帯に対応しており、防水については IP68 に対応となっています。ストレージ容量は 32GB とやや少ないものの、microSD カードも対応していますので、足りない場合はそちらを利用するというのがいいかと思います。なお、本体はとても軽量で 166g となっています。最近は本体端末が増えてきて 200g を超えるものもありますが、やはり普段ポケットに入れて持ち歩く方は軽い端末の方が使いやすいかと思います。その他2つのユーザーインターフェースを搭載しており、一般的な Android 端末に搭載される通常ホーム画面、そして楽々フォンに使うようなシンプルホーム画面というのも搭載されています。この辺はシニア向けのスマートフォンを作ってきた富士通ならではの仕様かと思います。また背面には指紋センサーを搭載しており、この指紋センサーをなぞることによって画面操作するという機能も搭載しています。また一見すると普通のスマートフォンと同じような外観ですが、対衝撃性を備えており、衝撃に対する耐久性も高めになっています。最新モデルの割にはスペックはやや低めではあるものの、USB 端子は Type-C になっています。また Wi-Fi についても 802.11ac までサポートしていますので、 CPU のスペックは物足りないかもしれませんが、必要な機能は一通り網羅した端末になっています。ただし残念なポイントとしては、やはりこの ALOZ M05 よりも安い価格で販売されるシャープの最新の SIM フリースマホ ACOS SENSE 3と比較した場合、全体的にスペックが低くなっており、その分コスパの悪い端末になっています。例えば、ACOS SENSE 3の方は CPU が600番台に対し、ALOZ M05 は400番台となっています。メモリー周りについても、RAM や ROM 容量すべて ACOS SENSE 3よりも低めになっています。その他、ACOS SENSE 3の場合、EXO ディスプレイを搭載している上、バッテリー容量は 4000mAh と大容量のため、とてもよくバッテリーを持つ端末になっていますが、この ALOZ M05 はバッテリー容量が 2880mAh と少なくなっていますので、かなり頻繁に充電しないといけないかと思います。ですので、個人的にどちらのモデルがおすすめかというと、やはりシャープのACOS SENSE 3の方がおすすめです。ということで、今回は富士通から最新の SIM フリーモデル、ALOZ M05 が発表されましたのでご紹介しました。残念ながら、シャープのACOS SENSE 3と比較した場合、全体的に見劣りしてしまう部分は多く、おそらく販売数量としてもACOS SENSE 3に抜かれてしまうのではないかと思います。なお、この動画の概要欄には、シャープACOS SENSE 3の方の販売ページリンクを貼っておきます。そちらの方も詳細が気になる方は、概要欄のリンク先の方からチェックしてみてください。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録、よろしくお願いします。